今回はマクドナルドのガーリックオニオンダブチですね。こちらを食べていきたいと思います。どうですかね、こちらガーリックらしいですからね。いきますよ。なんですけど見た目はダブチと変わらないですかね。あんまりですね。とりあえずいただきます。よく見たら黒いのが全然違ったんですけど、ガーリック強いですね。これ焦がしニンニクってところですかね。なんかもう別の食べ物になってますね。これはこれでいいですね。黒いタレが強すぎますよ。これ完全に別物になってますね。本当にニンニク好きにはおすすめしたい一品ですね。肉の2枚出せでもいい味を出してますからね。というところで今回このマクドナルドのガーリックオニオンダブチをいただきました。ご視聴ありがとうございました。